ないところで一押し落ちてくれるっていうのは本当に魅力的なところだなと思いました。なんかなんか回転がしっかり、ちょっと正直今のやつより打ちやすいかもしれない。まず一番最初に気になったのがこのガットとガットの間のキメの細かさが前回のより間が広くなったんですけど、これによってやっぱ回転がとてもかかりやすくて、なのでその深いところで一押し落ちてくれるっていうのは本当に魅力的なところだなと思いました。まあ、若干硬さはあるんですけど、まあ、それによってまあ当たりをどんどん厚くできるっていうのは非常に僕は好きなところです。300ツアーは面が小さいっていうこともあってスイングは本当にしやすく、風の抵抗もやっぱ少なくなってるので本当に振りやすいんですけど、まあ、やっぱ若干面がちっちゃくなったっていうこともあってそのボールを飛ばすなんか回転をかけるのに対してやっぱ100インチの SX300 の方が回転が僕はかかりやすいかなと思いました。かといって SX300 ツアーもそう全く飛ばないわけではないんですけどやっぱより力がある人、僕はどちらかというと相手の力を借りてテニスするタイプなので、まあ、自分から力を発信する方にはもう本当におすすめなので、ぜひ使ってみてください。前回の、SX300 と比べて、まあ、より黄色度が増し、まあ、前回のはちょっと黄緑っぽかったんですけど、まあ、僕は本当に黄色の方が好きで、まあ、あとここが黒なのかと思ったら意外とグレーとかも入っていて、そのここが多分真っ黒だったらちょっとそのなんて言うんだろうなちょっとやっぱデザイン力にもちょっと欠けてしまうので、このグレーが入っているっていうのは僕はすごい魅力的なところだなと思いました。